金で人が幸せになれるんだったら俺が君を幸せにできるのかな。どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおう、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや姉ちゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おら、なんだとこのガキが。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。少しは楽しませてくれ。